席のゴバティエンさんの腹部をナイフで刺し殺そうとした疑いが持たれています。ゴさんは病院に運ばれましたが間もなく死亡しました。警察の調べに対しホアン容疑者は刺したことは間違いないと容疑を認めていて、金銭トラブルがあったと供述しているということです。警察は容疑を殺人に切り替え詳しい動機を調べています。